こんにちは、雄大です。キャンピングカーの内装も残すところキッチンの収納部分だけなので今回で完成させます。土台編から見ている方がもしいたら本当にありがとうございます。今回の動画でキャンピングカー DIY は一応完結です。ということでキッチンの下のスペースが空洞になっていたのでここに棚とか使いやすいように設置していきます。軽量化も大事なので切り材の板で組み立てていきます。バダニアのスライドレールで引き出しを作っていきます。プッシュタイプのもので Amazon で2000円弱で購入しました。プッシュタイプなので持ち手もつけずにそのまま固定していきます。ではここにぴったり入るように切り材で箱型を作っていきます。引き出しの前部分を大きくしたことで枠に当たってぴったりになります。このままだと固定ができないのでスライドレールを止める用の角材を入れてみました。この引き出しの奥行きをぴったり作ってしまったのでプッシュする余白がなくこのスライドレールだとうまくできないことに気づきました。ということで奥行きを一回り小さくします。
はい、霧の修正材が軽い割に意外と強度もあったので引き出しの下に棚も作っていくことにしました。引き出しの下は空洞にして何回かね車中泊したんですけど、やっぱりちょっとガチャガチャするので棚はあった方がいいということで作っていきます。少しでも強度が出るように溝加工して組んでいくことにしました。丸ノコは簡単に厚み調整ができるので板の厚みの半分ないぐらいで溝加工して組んでいきます。切れ目を何本か入れると簡単にね溝加工ができます。
最後までご視聴ありがとうございます。キャンピングカー2号機を前半はねもう一気に作ったんですけど、まあ、思った以上にいろいろね大変なこともあって、なんだかんだこの長い動画シリーズになりました。まあ、土台編とか最初の方から見てくださる方がもしいたら本当にありがとうございます。まあ、この動画で一応キャンピングカー DIY は終了です。でも車中泊しながら壁掛けキッチンとか、まあ、細かいアップグレードはやっていくと思います。のんびり部屋チャンネルではこういう細かい DIY とかも上げていくつもりなので、今のうちに登録しておいてくれると嬉しいです。まあね、終了と言っておいてこの内装を全部一気に変えたくなるっていうね飽き性が発生する可能性もあるんですけど、こだわりすぎると本当別の DIY が全く進まなくなるので一旦終了です。近いうちに完成ルームツアーで改めて内装とかこだわったポイントとか紹介していこうと思ってるので、そちらの動画もぜひ見てください。このね一人で全部作るのは相談する相手とかもいないので大変なこともあるんですけど、達成感は独り占めです。めちゃくちゃ楽しかったです。なので本当にキャンピングカー DIY はおすすめです。まあ、YouTube とブログとかでも本当細かく解説してるのでぜひ参考にしてください。キャンピングカーをね使ってこんな動画見たいよとかね、もしあればコメントで教えてください。今日も明日もコツコツ行きましょう。